ボンボヤシ。どうも、ガガケです。今回ですけども、緊急で動画撮っております。プアライドの最強型が判明したということで、皆さん使っていきたいと思います。では行ってみようか。今回使うね、プアライドがね、まあ、ゴースト飛行タイプのプアライドなんですけど、まあ、テラスタイプをフェアリーにしております。で、火炎玉を持たしてるんですけど、これ、火傷なっちゃうんじゃん。どうすんのこれ、ずっと食らってくじゃん。死ぬじゃんって思うかもしれないですけど、これ見てください。特製の熱暴走。熱暴走という夢特性ですね。火傷ダメージになった時に特殊技の威力が 1.5 倍まで跳ね上がります。つまり、相当な特殊アタッカーになるんだよね。フアライド使う時ってみんな小さくなるバトンタッチとかなんかいろいろしてると思うんだけど、それはもう正直通用しないじゃん、マスターランクに入ってしまうと。だからここは特殊アタッカーのフアライドが相当刺さるんではないかなと思ってます。で、技がね、力を吸い取るシャドーボール、エアスラッシュ、テラバーストでね、守るがない理由はですね、最初多分ね、物理アタッカーに出したいんだよね、対面では。その場合で力を吸い取るをすることによってね、相手の攻撃力を1段階下げて、相手の攻撃力分の HP を回復するので、相当盤面が取れるんですよ。で、次のターンから火炎玉が入るんで、特殊が 1.5 倍に跳ね上がります。で、今回ねちょっとね、努力値が複雑なんですけど、 H108 A0 B100 C252 D4 の S44 です。 S44 です。わかりました。これなんでこれにしてるかって言ったら、まあ、H108 は火傷ダメージのために108ですね。でね、これね、ちょっと一個思うのが、 A をね0にしないといけないっていうのが一番大事です。対抗とか鍛えたに A をしてしまうと、イカ様が入ってしまうので、ダメかもにしてください。ちょっとガクガクはね、ちょっとめんどくさがりはない、そこしてないですけど、まあ、A はダメかもにして、努力値振らない方がいいと思います。S2 ね、努力値44振ってるのが、一応サーフ号の無振り。サーフ号が何にも S に振ってない状況だったら、サーフ号抜けるかなっていう振り方をしております。で、C はね、特殊アタッカーなので、ぶっぱって感じかな。で、これ一応言うと、まあ、ラウドボーンにはシャドーボーン確定一発で落ちるし、サーフ号も乱発一発落ちるかなって感じだね。ドラパルタ絶対落ちるしっていう流れで作ってるんで、相当強いと思いますよ。で、耐久の方はどうなのかっていうとこあると思うんですけど、ドラパルタのね、ドラゴンアローは確認で耐えるかなっていうイメージです。力を吸い取るすればさらに耐えるかなっていう感じはするね。サーフ号のシャドーボールもね、一発絶対耐えるんで、かなり耐久的には最高のものを作れたのかなって思ってます。でね、もう最後はドラゴン技が大体来るじゃん。ドラゴン技、ドラゴンタイプが大体来るじゃん、それに関してはね。今の環境では。だからフェアリーテラスタルして、まあ、スカスとこはスカしながらテラバースト打っていけたらいいかなっていう状況ですね。まあ、セグレープとかに対して盤面的に通用するポケモンになるのかなっていうイメージであります。ではね、このフアライド最強なんで皆さんと使っていきたいなと思ってます。では行ってみようか。はい、ブタキングさん対戦よろしくお願いします。はい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 っていうポケモンですね。うん。これ最要素パーティーでいってんじゃないかな。遅いのが、まあ、オーロンゲとラウドボンあたりなんで、ここはカバルドンから持っていきたいよね。まあ、オーロンゲこの、このヨザルパーティー久々に見たって感じはするよね、俺の中で。まあ、ここはしっかりと盤面は作っていき、いや、これさ、これ、オーロンゲから来るんだろう。ちゃうか。いや、オーロンゲから来るよね、これ。これ、ハッサム。バカほど詰める気ねえか、これ。って思うんだけど。行こうか。さあ、ブタキング対戦よろしく。まあ、今回ね、マスカーニャから来るか。マスカーニャから来るか。だが、ハッサムに対しては、そこまでの動きはできないんじゃないの？ないむって思いますけどね。うん。まあ、バレパン安定かな、ここは。そこまで気にせずバレパンかな。多分、タスキなんで、そこだけ削りたかったってのが心情。叩き落とす。ここ別に構わんよ。うん。そんな構わんよ。バレットパンチ引っ込めるよね、引っ込めるよね、それ引っ込めるわ。ラウド出してくんだ。はい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 、ラウドに変えてきたんだ。へえ、悪い子だ。ここね、フアライドで対面取れます。フアライドチェンジ。まあ、フレアソングがシャドーボーあたりになるんですが、フレソンなら全、わあ、お前バカじゃん。バカじゃん。はい、火炎玉！これで 1.5 倍まで跳ね上がります。
さあさあ、相手ちゃん厳しいんじゃないのっていうところで。相手多分ね、シャドーボールで落ちるんじゃねえのって思ってると思うんだけど、これ落ちないんだよね。撃ってこいよ。撃ってこい。シャドーボール撃ってこい。は?キモいて!テラスタルゴーストは耐えないと思う。うわ、炎かよ。これちょっと微妙ですね、皆さん。シャドーボール。一応撃つけど、まあ割と入るね。特攻1段階ダウン。次で落ちるかなっていう計算ではある。あー、はいはい。それでも別にいいけど。結構入ったなって思ってんじゃない?でも。クレソン。で、ここ相手変えるしかもうないんだよね。うん、俺全然耐えるから。もう変える以外、ここは相手も、ないと思うよ。で、変え先なんすけどって感じあって、割とシャドボー入るんで、シャドボー連打でいいかなーっていうイメージ。さあ、シャドボールが入っていく。お疲れ。えぐいね。ラウドボーンを、勾配で、落とせるのはかなりでかいっすよ。うん。あと、ちょっと一個だけ言わせてほしいのが、マスカーニャ来るじゃん、これ。多分、不意打ちしてくるんよね。畑落とすしてこんと思うな、ここ。不意打ちだと思うな。これ、一旦さ、トリックルームさせてくんないか?あ、でもどっちみち不意打ち打たれるか。これ、一旦変えるか。あーでもな、替えもちょっと微妙いな。カバちゃんに変えるんか。それも癒されてます。もうこれはもう、ほら、上取られてるか。しゃあない。これ負けだ。ここは負けだ。ここは俺潔く負けを認める。OK。本当は取れるって3盾ぐらい見せたいんですけど、まあ、ここはいいでしょ、落とされてる。お前さ、好きだな、落とすの。さあ、サブのバレパン圏内ではあるマスカーニャちゃんが来ますと。で、あと裏見ないといけないんですが、俺多分海流ロトムあたりだなとは思っております。なので、一旦バレパン。うん。で、まず海流のマルチスケールぐらいは破壊ロトムなんだ。ってことはこれだいぶきついな。これ結構きついな。実を言うと。うん。実を言うと厳しい。これ、ボルチネしてくれたら嬉しいんですけどね。カバがここでね、あんま冬なんで、対面取れないんですよね。ナイス!さあ、スカーフかスカーフじゃないかもここで判断したいんですが、変えてきたらスカーフ判断します。ここは、あくびループがベストかな。うん、あくびループベストかな。スカーフっぽいけどな。眠らせさえすれば、シザクロで持っていけるかなってのはちょっと思ってる。あくび。これだいぶ決まったんじゃない?うん。決まった感はあるよ。で、眠らせたくはないはずない。うん。眠らせたく、いや、もうここ多分眠らしてくんな。ステロ巻くのがベスト。だよね、だよね。わかってる、もちろんわかってる。でもこれね、耐えるんすよ。これ実は耐えるんすよ。あとはいつロトムに変えるかって感じだよね。ロトムに対してあくびを入れるか入れないかっていう話になってくるんで。そこだけだね、あとは。あ、でもこれ、落としのマスカーニャだよな。うん。落としのマスカーニャだわ、相手。確定で。これ負けたかもしれない。だよね。これマスカーニャ落として、ロトムを対面で出したいんだよね。それされると、ドロポーンになるんすよね。多分もう、放電、ボルチェン、ドロポーンは絶対にあるとは俺は思ってる。
なのでここはもうどうしようもない。カバルドンは落とすしかない。うっさよ、そら甘くないか。え、お前スカーブちゃうん、スカーブちゃうん。お、一回眠らせてからがあの安定だわ。ちょ、落としに来ていいよ。落としに、落とされた方がここはいい。俺スカーフかと思った、ちゃうんだ。うーって感じだね。こいつ何を狙ってんの、何を狙ってんだ。うわーこいつキモ。ナイス、歩くないこれ。相手やらかしたよね。ってことはドロポンないねこの子。隅に走り出したよ。ここからだな。一旦は相手に優を与えてしまったんですが、頼むって、頼むぜマジで。カバルトンチェンジ、ハッサンオーパッドス。さあもう俺ここ能力値下がろうか下がらないかどうでもいいから、もうインファぶっぱしするしかない。行くぞみんな、俺たちの全てだ。格闘と格闘が混じり合う時、我が濁流は全ての街を飲み込んだ妖精街。全ては高額納税者のための世界だった。それを破壊したのはデストロイファイヤー、アバロンギネスモード。いい眠り。あと1これ角取っとけばいいんだけどね。次は寝るな。寝ろ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 、眠れ眠れ眠眠眠れ。ボンボヤッシュ。さあこれが俺たちのインファイトだ。問題に、いい戦いだったな。あーこれすごいいい戦いだった。ありがとうございますブタキングさん。さあシーマさん対戦よろしくお願いしますというところで、結構早いポケモンが多いか。あー3体いるね。ここどうなんだろうな。フワライドこれ最後の切り札でトリックルーム打ちたいんで、ガブから来そうな気がするんだよね。これ先にセグレイブで待ってしまえばみたいなとこある。あーディバコもあるんだけどね、正直言っちゃうと。全然ディバコってあるんだよね。ハッサムフワライドかな。うん、では行ってみようか。さあシーマさん対戦よろしくお願いします。まあね、フワライドはね2番手3番手に出す方が安定はするのかなっていう感じではあります。はい。まあここねもうカバルドン何もできないんで、ステロ巻きながらっていう感じかな。ステルスロック、キモこいつ、挑発持ってる。何これ、誰かこいつ殺しに腹立つな、腹立つな。それはさすがにアタッカーハッサムを潰したくないんだよね、実を言うと。画家がこうやって潰すとあんまり何もできなくなっちゃうから潰したくないんだよね。もう浮遊なんですけど自信します。命の玉サザンドラね。はいはいはい。もうあんまりね、したくないよね、ここは。もうカバン結構や、できることやったくない？カバちゃんは、できることやったかなーっていう感じするんやけどね。実を言うと。うん、もういいよ。ありがとう。いいよ、頑張った。すごい頑張った。
で怖いよね、こんなプレイをされると。まあ裏ヘイラッシャーはいると思うんですが、多分ね確定ラッシャーなんですよここは多分。なんでここ交換交換でアド取りたいんですが、アド取らないともうこれ結構厳しいんで、ここインファ打たれたくないよねっていう気持ちのを一旦見せてほしい。ヘイラッシャー変えておると思ったけどな、俺の読みが正しければラッシャー来て、ナイス、ラッシャー来るっていう感じだと思うんだよね。レイラッシャー来た、はい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 、いいよ。で俺もここ11交換しっかりしたいんで、フワライド変えます、ここまで OK で、ここで相手あくび打てないんで、変えてくると思うよね。でもトリックルーム打つとどうなんだろうっていう感じはあるけどね。まあこれギュッ、これ多分変えてくるんで、裏読みでテラバスト打つのベストかな。行こうか。妖精と妖精が集まりし時、我が五行となり妖精の村は崩壊した。なぜなら我が高額納税者であるからだ。年収560万、エクスフワライド。まあ変えてこねえんだお前もう。え、変えてこないのここ。え、あくびはバカじゃん。え、こいつバカ。え、ちょっと意味がわからん。え、ガチで意味わからん。どういうことねえ、どういうこと、説明して。普通にミス、まあ、ミスに助けられた感じそれ。ってことで相手ドラゴンタイプ出しにくくなっちゃったよね。ってことでここシャドーボール安定なんですよね。はい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 、やけどのダメージを入れたいのかな。はい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 、別に HP いっぱいあるからね。いや、それね、耐えないと思うぞ。俺、熱暴走で 1.5 倍で、これ結構入ってんじゃん。多分、相手耐えなくねえか。って思うんだけど。いいラインで入ってたんだよね。これ落としたらかっこいいよ。まあ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 。まあ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 テラバース打っときゃよかったなーって考えると、ドラゴン出しにくいかなと思ったんですけど、まあ、逆に言うのはドラゴンしかいないのかな。まあここラスカ安定の盤面なんですよね、相手からすると。ここはちょっとハッサムチェンジしていこうか。まあここで大文字打ってくるようなプレイヤーなら、本当にギャンブル好きだねって感じだよね。は。地震？お前特殊型じゃないん？どういうこと？ここ、鶴舞舞うか。インファぶっぱするか。あ、ここ押してくるでしょ。あ、だよね。ちょっと思った。押すと思った！で、出ない。ここはね、相手があくび打って切るタイミングで変えれたらベストなんですが、ヘイラッシャー来る、どうなんだろうね。うん、ここなんかウェーブタックルとか普通に打ってきそうな感じあるけどな。ここインファ抜群で入れとった方がいい気もする。うん、いい気もするし、あくび読みで変えるのもいい気もする。つまり、正直よくわかんないんですよね。うん。まあ、インファでいっかな。まあ、相手もバカ迷ってる。ああ、変えたらよかった。変えたらよかった。
うん、面白いことしてくれんじゃんこいつ。なるほど。ってことはここ次打ってくんな、インファイト十分。もうここはシャドーボール圏内に入ったかな。回復したとしても、回復したとしても入ったかな。だよね、タックルだよね。あ、お前耐えるの、それでかくない、その耐えってでかくない。だって相手ここ一回守るしてくるよ。プワライドチェンジの盤面だよね。ハサムチェンジ、アオバッドスだよね、ここ守るだよね、だよね、だよね。でここ上からズドンできるでしょ、上からズドン盤面になるんだよ。で相手がそこ、さっきサザンドラを出したってのをやっぱ考えると、裏にドラゴンしかいないんじゃないかなって思っちゃうよね、俺からすると。ここはテラバースト打ち込んでいいんじゃない。テラバースト、はい、ドーン。熱暴走 1.5 倍で相当な火力出ております。でここで俺はトリックルーム最後決めてハッサムまで回せば最高の盤面だろう。しかもワンチャン耐えるぞ。あ、磁場コイルの方が遅いかもしれない。これ多分アナライズ磁場コイルなんで相手の方が遅いっすね。つまりここで打つべき、相手ってテラスタルしたっけ、してないよな。ここで打つべきって多分シャドーボール安定なんですよね。まあアナライズなんで後から打てば 1.3 倍みたいな感じかな。出したかの、でも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 よ、俺もう勝ちでしょこれ。多分さ直帰だよね。ハッサム相手テラスタル切った、マジで教えて、誰か誰か教えて、切ったか切ってないかこれ大事よ。あー超大事よ。俺飛行テラスタルされると厳しいよね。インファイト微妙よねっていう感じになるよね。まあ、シザクロかインファの2択なんすけど、まあ俺はここあえて切ってこないみたいなとこあるよ。あ、なんでお前の方が早い。さあ今回の動画いかがでしたでしょうか。パワーライドね相当な火力が出るんですが、ほんと使い方って感じ、うん、ハマれば多分相当強いし、まあちょっと俺はちょっとハマるかハマんないか微妙なラインでしたが、可能性は見出せたポケモンだと思います。うん、でね、こいつね逆に言うなれば違うポケモンでトリックルームとか入れて上からズドン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 みたいな流れの方がいいのかなと思いました。はい、またね新しい使い方が判明したらパワーライドの動画撮っていきたいなと思ってます。では次の動画でお会いしましょう。バイチャ。